はい、ドゥルーもシェモでーす。今回は単発企画ということでね、2つの銃モッド、モダンウェルウェアとテックガンモッドの差を比べていこうと思います。じゃあね、早速説明です。まずテックガンモッドは、いろんなねレーザーガンが追加されるモッドで、例えば今から紹介するこの4つのようなね、普通のこれ LMG からレーザーガン、このようなレーザーガンや、このねグリムリーパーっていうねロックオン式4連ロケットランチャーなどもね追加されてて、なんて言ったってこのね TFG ですよ、最強の。こういうね単発のも撃てるし、溜めて解放もできるんで、こんな感じでね超高威力なんで、ぜひ皆さん試してみてください。はい、次やってまいりました。モダンウェルウェアだっけな、モダンウェルウェアですね。これは戦争も、戦争のね銃とかモデルにされてて、本当に存在する武器なのがたくさん揃ってます。でさっきのテックガンとは違って、リアルなね超リアルなこういうサブマシンガンや、フォートナイトとかでおなじみのレバーアクションライフル、いわゆるショットガンですね、ショットガンなども追加されてます。いきます。羊さんすいません。こんな感じでね、ほぼ動物ならワンパンできるぐらいの威力があります。で次、アサルトライフルですね。こんな感じにねロックオンもできたりするしっていう感じの武器です。番外編としてこのようなね金属バットも追加されます。羊さんすいません。いきます。こんな感じでね、モダンウェルウェアはテックガンと違って、グロテスクなものが苦手な方はちょっとね見ない方がいいかもしれないですけど、こうやって血が出たりするエフェクトがあるんで、こんな感じです。じゃあ早速2つのモッドを使ってエンドロ討伐行ってきます。はい、エンドにやってまいりました。じゃあ早速エンドロ討伐やっていきましょう。じゃあね、今回持ってきた武器はあれちょっと待ってね、リロードができてない。今回持ってきた武器は、TFG とグリムリーパーと、アサルトライフルですね。じゃあ早速グリムリーパーでねエンドロをロックオンして、このねミサイルでねエンドクリスタル割っていきましょう。 TFG も使って、おお待って、威力やばいよ、待って、普通に待って、エンドロなのに死ぬかも。しっかりリロードして、グリムリーパーでロックオンして、待ってやばい、ブレスがこんな感じでね高威力のミサイルでね壊せます。しっかりで結構壊して、やばいブレスがやばい、OK、壊して、あとここだけかな。よし、木壊した、くらえ、いや当たんねえ、いや待って、やばい、マイクラ下手が出てる。しっかり狙って来いよ、エンドは来いよ、ほら6個、いけ6個、いけ、ミサイル追撃してしたり、いや待って、追撃も追いつかないぐらい早いな、エンドラ。
ケエンドラあったとまたちょっと最後見せるんでしっかり決めたい。最後くらえ TFG くらえ、ポッキー倒したー、倒しました、しっかり無事倒せました。やっぱ TFG 強いね、鉄拳団最強だわ。じゃあみんな最後まで動画見てくれてありがとう。もしチャンネル登録をしないのなら僕があなたの運気を奪います。最後にモノマネいきます。カムサリを打つロイダーのマネ。カムサリー。